皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき。 ありがとうございます。それでは今回は過去最低の支持率が続く岸田政権。そこで選挙の神様がこのまま岸田政権はいつまで続くんだと、それをはっきり言われていましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら G 通信。岸田政権の今後の行方について、過去最低の支持率を更新している岸田政権はどうなっていくのかと、非常に詳細な分析をされていますので、 どういう内容なのか見ていきましょう。有権者、首相の言葉に聞く耳持たず、選挙の神様に聞く岸田政権と衆院選の行方。 解説委員室から各種世論調査で内閣支持率が急落する岸田政権。なぜ支持率は下げ止まらないのかそして衆院解散総選挙は岸田政権の行方をどう見るか約40年にわたり選挙対策を担った元自民党事務局長で、選挙の神様とも称される選挙政治アドバイザーの久米明氏に聞いた、元自民党事務局長の久米明氏はこちらの方です。まずは岸田首相そのものに不信。 自治通信の世論調査によると、11月の内閣支持率は岸田政権発足後最低の21.3%、先月に5ポイント減でした。支持率急落の理由をどう考えますかそこで組めし、各調査で支持率は5月の先進7カ国首脳会議、G7 広島サミット以後ずるずると落ちてきて、10月以降にドーンと落ちてきました。政策的な話よりも岸田首相そのものに対する有権者 信用信頼が失われつつあるのではないですかそうですよねもうその通りじゃないでしょうかこれが全てと言ってもいいでしょう 要は岸田首相そのものが信用されていないと、それが全てシリーズに現れていると思います。なので首相が何を言っても有権者が聞く耳を持たないという雰囲気です。まさに今そういう感じですよね。そこで岸田首相は常に諸課題に取り組むと言ってきました。物価対策、ガソリン価格、認知症対策、マイナーバーカードと健康保険証の問題、少子化対策。しかし国民にわかるような結果が一つも出ていません。そして ラチ問題憲法改正に取り組むとも言っています諸課題に取り組み一つ一つ結果を出すと言っていながら一つも結果が出ないままここに来ていますそういった馬、ま、鬱憤が爆発したのではないでしょうかそうですよねもうやるやる詐欺と言われていますとにかく一つ一つ結果を出して国民がなるほどと思って初めて信用信頼を取り戻す一歩が踏み出せるのだと思いますもうここまで来たら一つ一つ結果を出 かないでし,ょうしかし、ょうしか首相は耳に残らない言葉を言っています。岸田首相は紙やプロンター。 これは字幕映写機のことです。それを見ながらのぼよみが目立ち、自分の言葉で語らないから国民の心に響かないのではないでしょうか。それに対して久米氏、間違いないように読もうとしているのは真面目な性格だからでしょう。言葉遣いにしても変なところで言葉を切るので、言葉に力がなくて耳に残らないと言われています。そうですよね。変なところで言葉を切ると。なので言葉に力がなくて耳に残らないと。 そして感情を表に出さないので、世耕弘ロ参院幹事長に熱意が伝わっていないと言われています。つまりダメ出しされているんですよね。しかし私が思うには、もう真面目な性格だから変えようがないのであと。 まあ、いくら真面目であっても伝わるときは伝わるでしょう。それでも伝わらないようであれば、岸田首相の限界でしょう。そこで安倍晋三、元首相は言葉に強弱があり、力がありました。発言内容が良いか悪いかは別にして、自分の言葉に自信を持っていました。しかし、どうも岸田さんが言った言葉はなかなか耳に残らないですね。これはもう限界でしょう。いろんな人が岸田さんの講演や記者会見を聞いて、首相に話し方などを改善する。 すべき点を伝えているようですが、相変わらずのようです。もうここまで来るとなかなか話し方は変わらないでしょう。しかしもうあとは本人次第です。安倍さんはですね、昔はしたったらずな喋り方をしていて、 聞き取りにくい部分もありましたが、本人がトレーニングして改善されたそうです。しかし岸田相はそれをやるかどうか。まあ、ここまで来るともうやらないでしょう。そして、頑固なところがあるんですかと。それに対して久米氏国会議員はみんな頑固とも言えますけど、今は岸田さんにアドバイスできる人も少なくて、マスコミなどでも消燥金の木原誠一さんの言うことしか聞かないのではないかと言われています。そして大事なことは、側近にも喋らない。 と聞いていますなので心を許せる人はキャラ選手しかいないとそれはアドバイスができる人が少なくなったと心を閉ざしているんでしょうかね青山重彦氏が携帯に電話しても折り返しをしてこなくなったとも言われています 続いて、11月の自治通信の世論調査で自民党の支持率は19.1%で20%を切りました。それに対してクメ氏、自民党支持者で岸田内閣を支持する人は今、6割を下回った調査もあります。本当は8、9割なければいけないのに、自民党支持者ですら支持しない内閣というのはなかなか大変だと思いますよ。本当ですよね。もう自民党の支持者ですら支持していないと、それはなかなか大変だと思います。 大変ですよね。続いてここ最近の地方選挙、福島県議選、東京大梅市長選などで自民党支援候補が連敗していますが、それに対して駒込市長では地方のそれぞれ違った理由もありますが、もちろん内閣シリーズの下落の影響は選挙結果に全部出てきていると思います。そりゃそうですよね。そして地方選で地方議員が敗れると国政選挙の時に動いてくれる地方議員がいなくなります。そうすると国政選挙 選挙の時に勝てなくなると、つまり国会議員が勝てなくなって、国会議員の数が減るということになります。なので内閣シリーズというのは選挙結果に大きな影響を与えます。私は以前 XA 内閣シリーズはここまで下がったら、そろそろ責任を取らないといけないのではないかとつぶやきました。そうしたら岸田氏を支持する人から、内閣シリーズなんてなんだと、 単なるマスコミの調査ではないかと、なぜそれに責任を取らないといけないんだと、あなたの言っていることはおかしいと言われました。しかし実際は朝鮮にも影響を与えています。やっぱり熱烈に支持する人たちというのは盲目になりがちですので、悪い結果は見ないと、そういう風うに走りがちですが、やっぱり数字やデータというのは非常に大事です。そしてマスコミの世論調査や情勢調査は、それは正確でないかもしれませんが、 選挙の時に見ていますとやっぱりその通りの結果が出ていますなので世論調査や情勢調査というのは国民が下した評価ですのでバカにしてはいけません。 続いて、年内解散なら即大事にだった。11月9日、年内の衆院解散見送りと読売朝日が報じ、各紙追随しました。そこで久米氏、私が知っている限り、岸田様は解散のことは一言も言っていないし、考えもしていなかったと聞いています。首相は年内解散を模索したのではないですか。久米氏、なかったと聞いています。解散したらどうなるのかな、というぐらいのことは考えたでしょうが、私を知って いいいる限りではなかったし動いていたし動てという話は聞いていいてませんということは、解散見送りという新聞の見出しはおかしいですか久米氏マスコミの言い訳です。それまであたかも首相に解散の意向があったのかごとく散々書き散らしてきましたから、見送りと書か,かざるを得なかったんでしょう。それが真相らしいです。ちなみに、もし解散する場合は、あらかじめ公明党にも伝えているはずです。しかし年内はなかったということになったのでしょう。 そこで、菅田新一郎氏の情報では、まだ裏が取れていない情報らしいですが、公明党の山口代表が来年1月の通常国会冒頭で、解散してくれと迫っているそうです。それはなぜかというと、米軍の普天間飛行場の辺野古移設に関して、沖縄の玉城デニー知位が抵抗していますので、国土交通大臣の斎藤哲夫氏が大執行をしないといけないと、その裁判が終わるのが3月、4月、5月ぐらい、 なのでその後に解散されると困ると、やっぱり大執行するとイメージが悪くなると、そういう都合で1月に解散を迫っていると、そういう話も入っています。なので年内解散を見送りというのは最初からなかったと、そして公明党が焦っているという構図になっています。それは説得力はありますよね。しかし自民党とするとこの状況では解散してもらいたくないと、そういうことになりますよね。もちろん解散の可能性がゼロと ということはないし、多少は考えたのかもしれない。しかしこんな情勢で解散したら、首相は解散即退陣です。 解散はありえないことですよと。そりゃそうですよね。今もし解散風を吹かせたら即退陣しろと。そういう風うに言われるでしょう。首相は一貫して諸課題に取り組み一つ一つ結果を出すと言い通した。これは立派だと思います。結果が一つも出ないうちに国民に何を訴えて選挙をやるんですか。野党が不信任案出したから解散なんて言ったら、年がら年中選挙になってしまいます。そんなのは選挙の大義になりません。選挙は 自分が何をしたかと何をするかを有権者に訴えるべきです。選挙というのは有権者に先行投資をしてもらうべきものです。自民党が勝利したこれまでの選挙は全部そうでしょう。例えば小泉政権の優勢解散、選挙の争点を作り何をする、これをする、皆さんどう思いますか、と訴えることが選挙の大義名分です。首相は今課題の一つ一つに一意精神で取り組むと言っているわけだから、それをそのまま聞けばいいのに、 マスコミは解散があるあると騒ぎ立てました。相手に主導権を取られたら選挙は勝てない。負け戦の時はみんなそうです。麻生政権の時はリーマンショックは後の景気対策をやって、その成果を想定にして戦うべきだと言って解散を先延ばししました。 だけど結果が出なかったんです。そして菅政権の時は菅義偉さんはコロナ対策に全力を挙げると言って解散しませんでした。結果としてコロナ収束の時期が合いませんでしたが、菅さんがやったことは評価されています。タイミングが悪かっただけです。何も訴えるべきがない時に解散なんかするはずがないんです。マスコミが解散解散と騒いでいる時、私は何を取材しているんだと思っていましたね。要するに結果が出るまで、 では解散はできないということですなるほど私もマスコミが解散解散と騒いでいたのですっかり解散はやるのかなと思っていましたしかし今結果が出ていないのと支持率が下がっているので解散どころではないとそういうことになるでしょう結果を出して勝つ自信がないと首相は解散できないと久米氏それはそうです何人かの議員から岸田政権はこれからどうすればいいんだと聞かれるけれど何でもいいから 初課題の結果を出すすすことですと答えていますそうでしょうね。もう結果を出すことしかないでしょう。そして結果が出ない。さらには結果が出ても評価がされない。そうなると退陣ということになるでしょう。そこで注目なのがこちら。支持率が回復しない場合はどうなるんだと。 解散時期は来年夏とか秋とかえかれますが、そこで久めし、支持率が回復せず解散を打てなければ、岸田省の自民党総裁選への立候補を断念もあります。そりゃそうですよね。このまま低支持率でずっと行って、解散も打てない状況になって、しかし自民党総裁選へは出ますよと、そんなことを許されるわけはないんでしょう。まあ仮に出たとしても負けるでしょう。なぜなら支持率が低いので、 このまま岸田省で解散したら勝てないと。そんな人に票を入れるわけがないでしょう。それでも強引に出て負けると。 現役の首相が負けてしまったと。なので出馬することはありえないでしょう。そんなことはできませんので、そうなると立候補断念もありますよと。なのでもしこのままシリーズが回復できなければ、首相は自民党総裁の任期で終わると、つまり来年9月で終わりということになります。まあおそらく今の段階ではこの可能性が一番高いですよね。支持率を回復するにはどうするか、その妙案は現時点でありません。 なので今はこの可能性が一番高いと思われます。しかし解散を打てるぐらいに支持率が回復すれば、解散するかもしれないし、解散しなくても総裁選で再選されます。だから解散が打てないようだったら、総裁選での立候補もあり得ない。総選挙と総裁選は表裏一体だと思っていますと。なので皆さん、岸田政権の最長は来年9月まで、それまでに支持率が回復できなければ退治になるでしょう。 そこで支持率を上げるにはガソリンの値段物価を安定させるとか給料を上げるとか これは来年6月に狙っていますよね。減税も6月ですので、それを待っているのではないでしょうか。そして認知症の特効薬を早期認めるとか、マイナーカードと保険証は両方使えるようにするとか、何か一つ結論を出すことが重要ではないですか。しかし、もうあとは給料でしょうね。そして今国民民主党でやっているトリガー条項凍結の解除、それをやれるかどうか、もしそれができなければシリーズは下がるでしょう。 しかしもしできれば、サプライズで国民民主党との連立政権樹立はあり得ます。それをやれば支持率は上昇するかもしれません。財務副大臣を辞任した神田健治衆院議員への対応は首相にとって重要な事態でした。首相は即刻更迭すべきでした。女性問題で文部科学政務官を辞任した山田太郎参院議員は個人的な話、公職選挙法違反事件で法務副大臣を辞任した柿沢美斗 衆院議員は区会議員に金を配った疑いが出ているが、 当初は区長選での YouTube の問題でした。神田議員の場合犯罪にはなっていないが、政権滞納は国会議員としてあるまじき行為。4回も差し押さえられたなんて隠し案だ。即刻更迭すればまだ局面は変わっていたと思います。岸田省は神田議員が所属する安倍派に配慮したとみられますが、そこで久米氏。だから国民が決断力がないと思われました。そうですよね。 岸田さんにとっては一歩踏み出すチャンスだったのではないかと思います。これを理由にして安倍派に対して強く言えたのではないかと。それが一歩踏み出すチャンスだったのに、安倍派に対して遠慮してしまったと。それに対して安倍派の塩野谷座長は、 岸田省が身体検査をしないといけなかったと、開き直って岸田省のせいにしていましたよね。なので一歩踏み出すチャンスを逃してしまったと、本来は議員職者の話ですよと、少なくとも自民党を離党させなければいけない、久米氏それはそうです。しかし本人はまた次も選挙に出ますからといろんなところに電話しているそうです。なので安倍派に遠慮した結果が出ていますよね。しかし神田氏は次は当選できないでしょう。 続いてはポスト岸田候補について、ポスト岸田の有力候補はなかなか見当たらないようですが、久米氏、いろいろ名前は出ています。仮に岸田内閣の支持率が回復せず、このままでは自民党が選挙に負けるという雰囲気になったら、必ず誰かが手を挙げてきます。だって自分たちの議員としての当落がかかってきますから、 必ずそれぞれの議員は新しい表紙に変えようとします。自民党総裁選では岸田後継と見られる人は当選しないでしょう。なので、岸田の議員は当選できないと。例えば今出てきた上川陽子外相、そして林をしますし、その二人は岸田ですので当選できないでしょう。そして岸田首相を支持している人はダメだと。なので岸田さんに批判的な人が国民の支持を得ることになるのではないですかと。そういう そこで、モテいとしみつ幹事長は、幹事長のポストのまま総裁選に出ることはないと見られます。そこで、久めし、その辺はよくわかりませんが、難しいでしょうね。経済安全保障担当省の高橋さなさんが、あれだけ岸田さんを批判するなら、 大臣を辞めないとおかしいと党内からも批判が出ています。いわゆるガンマー保と言われる層の人たちは、最近は日本首主の方に流れているように見えます。しかし今名前の出ていない人からも候補者が出てくる可能性はあります。当選回数の若い人の中から、今のままでは選挙を戦えないと言って、新しい人を担いでくる可能性は十分あります。これは私も噂で聞いています。しかし誰なのかはまだわかりません。それは 今は言えないでしょう言ってしまうと派閥の親分から抑えられてしまうとしかし自民党がピンチの時はいつも救世主が現れるんですよね高市さなえさんなのか青山しが氏なのかそれとも若い人なのか誰なのかは分かりませんが自民党は人材豊富ですのでまあ若い人に出てきてほしいですよね私は小林高幸氏に期待をしています続いて今後の野党の動きをどう見ますかそれに対して めし選挙は自民党に票を入れたいか入れたくないか政権に満足なのか不満足なのかという選択です野党の準備が整っていないからという話は関係ありません自民党に票を入れたいか入れたくないか岸田政権に満足なのか不満足なのかそれが選挙ということになりますなので野党は関係ないということになります最近日本維持の会の支持率が少しずつ落ちているのはもともときちんとした政党としての 式はできていないからでしょう。大阪に本部を置いたままで、地方にポツンポツンと議員が当選しても線0 0 0に繋がっていないし、面にもなっていません。全選挙区で候補者を出すと言っていましたが、やっと半分を上回ったばかりです。維新が衆院選に候補者を出した時、比例票1200万票を取った。2012年衆院選2012年ですと、11年前維新は1200万票も取っていたそうです。 そして2回目が800万、14年衆院選。3回目は300万、17年衆院選に落ちたと。 ピークから4分の1落ちています。そしてこの前21年衆院選は800万に戻したが、これは勢いだけで必ずしも維新が支持されたわけではないんです。1200万票が300万票に落ちた理由を分析しないままではまた同じことが起きます。小選挙区では近畿圏以外ではなかなか当選できない。比例で頑張れば少なくとも11ブロックで1人ずつは増えるのではないでしょうか。つまり、維新でもこういう状況なんです 小選選挙区でででででで、はは近畿圏以外なななかなか当選できない。いつまり維新でもこういう状況ですのでおそらく、新党で小選挙区で出ても当選はできないでしょう。なので、維新の場合でも比例で頑張るしかないと。比例では全国11ブロックに分かれています。そこで1人ずつ増えていくのではないでしょうかと。維新ですらそういう状況です。そして、大阪では保守票も取っているが、その他は非自民票。いつまでも大阪維新が近畿 人気維新の意識が残っていますつまり大阪で取っている票というのは非自民票です。しかしそれはいつまでも続かないということになります。続いては立憲民主党はどう分析していますかそこでクメ氏世の中自民党に一票入れたくない状態です。そうですよね。今私の動画のコメントにも、次は絶対に自民党には票を入れないと、そうわざわざ書かれる方がたくさんいます。個々の選挙区や比例代表ではそれなりに 議席を取ってくるでしょうがとても政権交代に至るまではいきません。それに立憲に対する期待感もなかなか盛り上がらず、非自民の政党が増えています。そこで非自民票が分散してしまい現状では、泉健太代表が目標に掲げた150議席を得るのは難しいでしょう。泉氏は150議席を取れなければ代表を辞任します。それを分かっていて高い目標を掲げたのではとも言われています。 ただ岸田さんを退陣に追い込む結果になるのではないでしょうかそうですよね。もしこのまま選挙をやると、おそらく自民党も票を失うでしょうから、それは岸田首相は退陣に追い込まれるでしょう。そこへこちら、産経新聞。小石川連合なら自民は分裂する。混迷するポスト安倍時代平井文夫。これはですね、もともと勇敢富士の記事です。この平井文夫氏というのは富士テレビの常設解説委員です。 高市さんない経済安保省に対する自民党安倍派の風当たりが強い、閣僚の立場ながら党内に勉強会を立ち上げた高市氏に対し、昌奈流安倍派座長は、政局につなげる意図があるとおかしな方向に行くと語った。世耕広重参院幹事長も、権職閣僚が勉強会を立ち上げるのはいかがなものかと批判した。これに対し高市氏は SNS の投稿で、何が悪いのか意味がわからんと反発した。 さらに本会議場で総理の批判をされた方々に、まるで私が無謀を起こしたかのような発言をしていただきたくはありませんと発信した。 これは明らかに世耕史の代表質問での記者批判を当てこすったものだ。ところで今、世論調査の結果には誰も驚かない。読売新聞の内閣シリーズは10ポイントの大幅下落で24%。朝日新聞は4ポイント減の25%。毎日新聞が4ポイント減の21%だった。次は10%台か。 各種は岸田政権の底が抜けたと表現している。先週この欄で支持率が下がっているのは LGBT 法成立を境に、看板支持層が離れただけではなく、 敵に回ったからだと書いた。そうですよね。まさしく敵に回っています。これは保守派の反乱だと。岸田文雄政権の所得税減税をめぐって、部屋の急先鋒になった保守派の論客や、あるいは作家の百田直樹氏が立ち上げた日本主党の大阪での外戦に集まったすごい数の人たちは、 高市総裁なら自民党に戻ってくるかもしれない。だが安倍派が高市市の敵になってしまったら、総裁の椅子は遠ざかる。そして岸田内閣の支持率が10%台に落ちれば、自民党内では選挙に勝てるかを探しが始まるだろう。もし菅義偉で前首相が人気のある小石川連合、河野太郎、石破茂、小泉慎次郎の三章の誰かを担げば、党内はそちらに流れる可能性がある。まあ菅さんは小泉慎次郎、 志郎氏を推していますからね将来の首相になる人だと言っていました本当に菅さんは見る目がないですよね一昨年の総裁選で高橋氏を保守のスターと呼んで支援した安倍晋三元首相は当時リベラルな河野氏を勝たせたくなかったからよりましな岸田氏との兄さんに連合を組んだ安倍氏のリアリストたるゆえんだそうでしたよねリベラルであってもよりましな岸田氏を選んだとなので保守議員が 2人出馬しないともし負ければリベラルの議員を選ばないといけなくなるとなので私は高市大臣と青山氏がある議員を応援していますそこで星輪は今安倍氏のきゃあと岸田政権に強い不満を持っていますそして一部の星輪の岸田攻撃がさらに激しくなれば政権は崩壊するかもしれない星輪を制御できる安倍氏はもういないからだただその時に自民党が高市ではなく小石が連合を選択すれば その政権は今よりもさらにリベラルの方向に進み、保守系議員の離党、すなわち自民党分裂にもなりかねない。まあ可能性は低いでしょうね。なので保守系議員は自民党を中から変えると言っています。保守派が自民党政権に起こるのはわかる気もする。安倍氏が突然亡くなった後に訪れた日本政治の混乱は避けられないことなのだろう。だが保守派の反乱が拡大すると、自民党を壊し日本を壊すかもしれない。 入れないと私はははですす、ね。す。ね平平井井文氏保守のの人だとと思思っていいいままししかさん読み甘今ですね、保守派の反乱というと、もう自民党はダメだと言って出て行ったので、自民党が負ければいいと思っています。なので、自民党が分裂すれば喜ぶでしょう。なので、平井氏が日本を壊すかもしれないと言っているのは、やはり自民党が与党でないとダメだと、それを危惧して言ってると思いますが、まあ保守 のの反乱というのは自民党をを壊ししししたたいいいと思ってるる人たちでででですのでまあそれを望んでいるでしょうしかし私は自民党内は自民党内で解決できると思っています。なので、救世主は誰になるのか分かりませんが、自民党内にいる保守派の議員たちというのは、思っている以上にたくさんいます。それは国会議員でもそうですし、地方議員にもたくさんいます。なので、野党と比べると圧倒的に自民党の保守系の議員の層は厚いです。そこで自民 民党がピンチに陥ればそれは誰か出てくるでしょう私は小石が連合にはならないと思いますがまあなってしまえば日本を壊すでしょう ということで、岸田政権のシリーズがこのまま低空飛行を続けば、来年9月の総裁選では岸田首相は再選できないと、それが分かりましたので、まあちょっとは希望の光が見えたかなと、あるいは岸田首相がサプライズで結果を出すか、そのどちらかになると思いますので、まあどちらにせよ来年9月の総裁選はお楽しみいただけると思います。それまでに何か起こるかもしれませんので、また新たな情報が入りましたら動画を をアップしていきますですのでよろしければチャンネル登録と通知ボタンそして高評価とコメントエクソンフォローもよろしければお願いしますまたこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました